こんにちは、ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、速稼塾の久保です。今回ね、ミスター M さんチャンネル登録者数70人になりましたね。少しずつ上がってますね、やっぱりね。で、コメントやあとクエスチョンもいただいているようで、視聴者さんとのね交流が盛んになってきて、とってもいいなと思っております。それでね、やっぱこうグッド評価、高評価も押すタイミングが増えまして、私もねポチポチ押してるんですけども、高評価いただけてよかったですね。やっぱりそれはね、今回みたいに、まあ今回の質問、有酸素運動と筋トレどちらが痩せますかみたいなところに対してミスター M さんなりの見解があるからだと思うんですよ。で、私もね、今回の質問に答えるとすると、まあどっちも使わないとあかんかなというところですね。有酸素運動と無酸素運動ね、こう筋トレですか、これを交互にやることによって疲労も回復させながら効果的にダイエットになりますし、筋肉もつくのかなと思います。具体的に言うと、筋トレでぐーっとね筋肉を追い込んだ後、やっぱりこうなんですか、ランニングを、ランニングというかウォーキングというかね、それをやっぱり20分ほど挟むといいのかなと思いますよね。考えも整理できますし、例えばね、あのこう肩とか腕とかをこうやってバーベルで鍛えた後にちょっと走ると、足の方はずっとね使ってなかったんで、こちらの上半身の回復になるかなみたいな。で、こうちょっとねジョギングが終わって、ウォーキングが終わって、帰ってきた時に、まあ筋肉のね疲労がまた回復してるんで、じゃあ、ダンベル行こうかなみたいな感じでまたできるというところですよね。まあ、ミスター M さんは1分間でできるトレーニングが多いんで、非常に取り組みやすいと。で、ランニングとかをした途中に、まあ、筋トレを入れたりね、自重でできる、いろんなねクランチをやったりとかっていうのを組み合わせることができるのかなと思いますね。スマホ1個持ってって音楽聴きながら体をリフレッシュさせたりとかね、それからスマホでミスター M さんのトレーニングを見ながら自分もトレーニングするということですね。で、今外出の自粛とかが言われてるんですけども、一人でねやるジョギングとかは全然構いませんので、人混みの中でなかなかジョギングする人いないと思いますからね。やっぱり一人で山奥とかね、広い公園とかでやるのかなと思いますけども、くれぐれもご安全にというところですね。はい、ではミスター M さん、また動画の方お待ちしております。ありがとうございます。